はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、皆さんはこのエレキというテーマご存知でしょうか。このテーマですね、天敗流レベルマイナス100億と言われてまして、直接攻撃をすることができるという、まあそういう効果を持った、まあモンスター群になってます。で、直接攻撃をして、ダメージを与えるとうんぬんかんぬんするみたいな効果があるモンスターで構成されていますんで、基本的には後手で、まあ、出して直接攻撃をして勝っていくっていうのを目標にしています。で、後手でじゃあワンキルとかをしていくのに当たりまして、まあ、コンボパーツ何枚必要なんですかって話なんですけども、まあ、基本的に後手デッキであれば大体もうその1枚からワンキルとか2枚からワンキルとかできなかったら弱いと思うんですけど、なんと衝撃のエレキンコブラさん、まあ、2枚または3枚のカード、まあ、基本的に3枚ですね、3枚くらいカードを使わないとなんとワンキル取れないというガチでやばいデッキとなってます。で、まあ、デッキレシピ見ていただいて分かるんですけど、後手まくりに特化しておりまして、もう先行やることないんで、あのエレキって先行マジでやることないんで、あの攻防を取って、まあ、エレキでめっちゃぶん殴っていくっていう構築にしている関係上、まくり方をいっぱい入れております。例えばそのライトニングストームとか、三千の際とか、心変わりとか、サンダーボルトとか、なんか金敵とか、まあ、こういうの発見でとか、こういうなんかあの雑に強い魔法カードをいっぱい入れて後手でモンスターを、まあ、まくっていくしかないというところですね。はい。でこれやってみたんですけど、結局ねマジで G 取らないと無理だわ。結局その、ワンキル取るのにさ、なんかめっちゃカード使うの、めっちゃカード使うから、その増殖する地位で手札増強しないと無理だわ。ああ。っていうのは、よくわかった。で、しかもこのデッキもっとやばいのは、エクストラデッキ、なんか、こいつら別に強くはないんですね。言っちゃうけど。強くはないんですけど、レアリティ見て、おかしくない？これどういうレアリティ？意味不明なんだけど、マジで腹立ってきたわ。早速ね、腹立つのりワンキル決めていきましょう。デュエルスタンバイ。いやー、ハンド弱え。増殖する G 通んなかったら世界の終わり。トレードイン、これさー、ホルスってことはさ、まあとりあえずガンマは絶対に、うわそこ、いや、ガンマあります。これさマジガンマ、マスターデュエルガンマ2枚もあんだよな。ちょ、撃つしかねえか。もうでもこれ結局飛んだったら負けだし、結局飛んだったら負けなんで、もう撃つしかないですね。あー、取りましたね。あー、まあとりあえず通ったはでかい、通ったはでかいけど、まあまあ、まあ、言うて勇者名武だけでストップしてくれるんだったら妨害数がまあ少ないんで、まあまだなんとかなるかなって思うんですけど、ってことはこれとりあえずあれかな、グリフォンライダーをサーチしてきて、こっちのターンのメインフェーズに出してくるみたいな動きなのかなと思うんですけども、まあ、G が結構ねホルスは割と重かったりするからね。はい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 。でフィールド魔法の効果発動して、フィールド魔法の効果で黒炎神がサーチされて何かが返される。あ、黒炎神、なるほどな。あ、でも1枚ドローだけはさせてくれるんだ。なるほど。で、運命の旅路の効果発動して、あ、そういうことか。で、それをコストにしたいってことね。はいはいはい、オッケーオッケー。了解。ってことは、まあ、ちょっと手札強いってことか。黒炎神以外のカード。なるほど。いいよ。いいよいいよ。まあ、とりあえず、G 通ってるから、まあいいわ、とりあえず。G が通んなかったら、ほんと何もいけないからね。まあ、G と一応、ニビルが今回、デッキの中には投入されてるんですけども。我のターン。心変わり、あと心変わり強そう。心変わり結構強いな。まずこうやって強欲で金満な壺を発動したい。とりあえず6枚カードを除外して、カードを2枚ドロー。うわら、いや、墓穴。とりあえず墓穴打つことはない、このターンに。このターンに削り切れるかが、鍵となってくる。俺の、あ、グリフォンライダー OK。グリフォンライダーは、実際心変わりとかで普通に踏めるんで、まあ妨害はあれ実際ないようなもんで、で手札あと黒炎神でしょ。いや、これいけるぞ。これ何引く、これ、まあ、ドローにまあまあよるけど、これ何を引くかによる。あー、まああんま強くねえな、あんま強くねえ。あー、そうだな、
とりあえず吹き飛ばすか。ライトニングストームって特に恨めないから、まあこれにグリフォンライダー使ってくれればそれはそれでいいし、後ろ全部ぶっ破したんだけどなんかある。とりあえずぶっ飛ばした。でそうするとドラッグバックが装備し直すことができて、はい、でなんかホルスが一応ブチ切れますけど、あ、黒炎神の方、なるほど、フィードの他のモンスター全部墓地を送っていただけるのこれホルスの黒炎神の効果でこれもしかしてフィードのモンスター全部墓地送っていただける。そんなわけないかこれ、なんでこのタイミングで出したんだ。おお、召喚ムービーかっこいい、召喚ムービーかっこいい。でホルスの黒炎神が特殊化されて、あ、そっか、俺あれか、合金打ってるか、合金打ってるから意味なかったわ。 G でドローできねえ、うざ。ですね、まあ一旦発見でって言います。でグリフォンライダーって言ったら絶対踏んでくれるんで、まあ使えないか、またはグリフォンって言えば、はいはいはい、グリフォンライダーくん、ちょっともうこのターン効果発動しないでね、よろしくお願いしますね、はいあ、向こうにしてもしなくてもどっちでもいいですね、どっちにしても無力化できるんで OK。 そしたらこれもう棒がいないな、来た、フォトンサンクチュアリを発動。フォトンサンクチュアリの効果によってフォトントークンを2体特殊召喚、さらにエレキ感謝の効果を発動。フィールドのイカズチ族モンスターの種類の数だけ、デッキからエレキ感謝以外のエレキカードを1枚を手札に加えることができる。これによりエレキキングダムを1枚手札に加えることができるぜ。うお、リンク召喚現れよ、ハイパースター令和の時代にはハイパースターらしいのマジやべえよな。で、どこでもいいか、エレキリンを召喚してエレキングダムの効果を発動。エレキングダムの効果によってエレキモンスターの、を対象に取り、そいつとは違うやつをデッキから特殊召喚。うお、エレキングコブラ特殊召喚。バトルフェイス、バトルいけ、エレキングコブラでアタック、アタックに成功した場合効果発動。エレキアダマグロを戦闘ダメージを与えたので特殊召喚。うお、マグロに行くか。さらにエレキリンでぶち込んで、さらにエレキ肌マグロでもぶち込んでいく。うお、エレキ肌マグロの効果を発動。大体アタックに成功したため、シンクロ召喚を行う。キュイー、うおー、エレキシンクロ召喚、そしてエレキインクでダイレクトアタック、バゴー、エレキ効果発動もう一回シンクロ召喚だ。うおー、おら、いっけ、どっちでもいいよ、もうエレキリム特殊召喚。うお、ダイレクトタック、くたばれ、俺、これがテンパイ流か対戦ありがとうございました。あー、まあ毎回毎回 G 引いてるのがでかいですよ。結局やっぱね、増殖する時取んないと無理ですわこのデッキ。いや、いろいろやってみましたけど、本当コンボパーツ、ワンキル取るためにコンボパーツが多すぎて、プラントパスファインダー、これ何、これちょっとわかんない、もう増獣っていい、これガンマがもうないタイミングで増獣打ちたい、俺2枚あるし、通って頼む、お願いします、通ってください、本当に通ったくさいな。あ、おかげでかいよこれかなり。はい、でパライゾス来た、まあ、パライゾスは OK で、クシャトリラね、 OK、 クシャトリラは、まあ、普通に特殊召喚1回以上はしてくれるんで絶対に、なんで、まあ、1枚通りできますね。もう本当にね、増人通んなかったら無理、やってて分かった、あ、G 通んなかった時以外勝てんマジで。まあ、そういうデッキやっていうことをね、ご理解いただきたい。マジでさ、なんかそのワンキル取るのにさ、カード3枚くらい使わなきゃいけない、マジきつくない、普通に。なんでカード3枚も使わないとワンキル取れんだみたいな。テンパイ竜はカード1枚でワンキルしてくるぞ、余裕で。うん、クシャトリラ、フェンリルエンドか。まあ、フェンリルエンドだったらまあいいな。とりあえず、シャインスパークあっていい。とりあえずシャインスパーク買っていい意味わかんなすぎるだろこの令和の時代にシャインスパーク買ってるの意味わかんなすぎる。フォトンサンクチュアリ発動します。さあ、フォトンサンクチュアリの効果発動。いや、ゾウジーね、はいはいはい、オッケーです、オッケー。もう、G、相手の G1 も無視して突っ走るしかないから、ちなみにマジで
それにフェンリルってさ、ダメ捨て使えないよね、こいつ。ダメ捨て使えなかったと思うんだよな、フェンリルって。いや多分ダメ捨て使えないと思うんだよな。だから多分なんか引いたか、なんか引いたな、なんかある、なんか光ったな今な。なんだろうこのタイミングで光るの。ニビルじゃないしな、まだこのタイミングで。エフェクトベイラーでもないよな、このタイミングで光るの。なんだ、フローか。フローも光んねえか、モンスターいねえし。あ、いるわ、増殖するし。フローか、ちょっと参戦の際に一回見るか、相手の手札一回見て、一回見て、ちょっと見せてくれる？一回、あなたの手札を。デッキバウンさせてくれ。何持ってんだお前。一生光ってるけども。クシャトリナーの、あれか、スキアクローとかもあるか。あー、スキアクローだったか。なるほど。まあ、G どうでもいい。ユニコーンどうでもいい。まあ、スキアクロークシャトリナーなんかな。だから一応、まあ、あんま関係ないよね、これ。スキアクロークシャトリナー出てきても出てこなくても。エレキには関係ない。だってモンスター無視して顔面にぶん殴るから。ほんとモンスターを無視して顔面にぶん殴ることくらいしかしないんで。あ、クシャトリラバース、はい。クシャトリラバースの効果発動して、まあ、デッキが、あ、じゃあ墓地のカードがめっちゃ除外されるけど、まあ、それもほとんど関係ない。で、エレキングコブラ召喚。バトル行きます。シャインスパークとハイパースターで、俺のフィールドの、光属性モンスター。は全て攻撃力が1000ポイントアップ。うわっ、エレキンコブラの効果、エレキハダマグロをサーチし、エレキハダマグロの効果を発動。うわっ、特殊召喚、オッケー。これフェンリル反応してねえわ、来た。でエレキハダマグロの効果発動。うわっ、顔面にぶん殴ったためシックの召喚。やばい、これダメステリー効果やつから強い。フェンリルが黙ってる、マジ最強。いっけ、エレキウキシックを、エレキウキでダイレクトロック、バゴンで、エレキウキ効果そう。クソすぎるだろこのデッキ、なんでやろゴミデッキ。うわっ、一気にキメイラダイレクトアタックボケが。遊戯王は先行ゲだと、高校でも勝てるデッキがあるっていうことをな証明してやるよ俺がな。このデッキ弱すぎ。手札はなんかすごいことになってるねこれ。竜衣装来た、竜衣装。皆さんちなみにマージャンってやりますか？僕は結構マージャン割と好きで、大学生の頃とかよくやってて、まあ今でもたまにM リーグとか見たりしてる感じで、まあまあ結構好きな方なんですけど、竜衣装上がったことないんですよね。竜衣装っていうなんかね、緑色のね、まあ遊戯王で例えると魔法カードだけで構成された役みたいなのがあるんですよ。それがね、まあ、めちゃくちゃ低確率なんだけど、これ上がったことないんですよね。人生で1回でいいから上がってみたい。はい、ちょ、まあ、マージャンの話しません。そろそろね、テンパイリュウっていうね、モンスターたちの、まあ、マスターデュエルに、まあ、実装されるかもしれないという話がありまして、まあ、これマージャンもね、ぜひね、皆さん、もしやったことない方いらっしゃったらね、ぜひちょっと、ルールを覚えてやってみると、とても楽しいゲームなんでね、はい。遊戯王の動画でマージャンを宣伝していくスタイル。テンパイリュウからマージャン始めようと思った人とかいんのかな。それだったらさ、なんかあれだよな、ウィンウィンだよな、お互いにな。てか待って、コーディネーラルの先にクリックエコーいいのやばくない？これ待って、ちょっとクリックエコーで俺の手札全部見られてるってこと今。これ僕の手札結構強そうでしょ。僕の手札結構強そうなの結構強いですよねこれね。はい、なかなかね、今あなたの、盤面をお前を殺すっていう反動してますけどね。まあ言うて、ちなみにエレキ何にもないんで、展開止まりそうですけどね。除去した後でってなりそう。さあ、レベル8のモンスターに対してオーバーレイ。ドラッグラビオンはやばいってもう。うわ、これ送りつけてくるやん、これ絶対。ちょ、待って、やだ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 、やだって。嫌です。イムセティ、ホルスの栄光、イムセティ。ホルスの栄光、イムセティで、レベル8モンスター2体でオーバーレイ、インフェクション、バールゼブル。あかんねえ、これはあかんねえ。エクストラデッキ確認するね。まあ1枚墓地を組んだ、まあどうでもいいわ、言うてそんなには。超雷竜はどうでもいい、結構で、ドラッグラビオンの効果発動、オーバーレイを使ってヌメロンが出てくる。
ヌメロンが打点上がるコーディネーターで入れ替え。あちょっと待って、いらない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 、拒否します、拒否します、いりません。村君も言いましたね、はい、ありがとうございます。おい黙れ、早え、落ち着け、早え、やめろ、ちょ俺のじゃないってそれ、自作自演がすぎるぞ。